話とは何です。自首してほしい。またその話ですか。今さら無駄だと何度言ったら。あんたは24年前俺の父を殺し、愛と結衣の両親を殺した。そして四女イ・ヒョンヌという俺の大事な仲間も殺した。俺は今殺してやりたいほどあんたが憎い。しかし俺はあんたを殺さない。この憎しみを乗り越えてみせる。羨ましいね、その若さは。終戦直後の満州、かつて私も風間隆一郎も若かった。国は違うが、親から見捨てられた同志、お互い生きるために必死だったよ。想像できるかね、その地獄のような毎日が。よく二人で悪態をついたもんだ。こんな地獄に神などいるもんかってね。ゴッドなど逆さまから読めばドッグ、タナの犬だ。それが思えば真空の始まりだった。年の差はあれ、私たちには国境などないと思ってた。仲間だと思っていたんだ。だがあの男は言ったんだ、1年前の今日、自分が神で私が飼い犬だってね。結局あの男も他の多くの日本人と同じだった。だがそれも今日で終わりです。ここまでは清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ドライブユアドリームズトヨタ、もっともっといい携帯へドコモグループ、アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。やめろ。Thank you.
이제 할 말이 없어. 아빠. 그동안 길러주셔서 고맙습니다. 전요, 아빠가 정말 좋아요. 다시 못 만나더라도 꼭 기억해 주세요. 저도 절대로 잊지 않을게요. 절대로. 영희야. 윤희는 당신이 우리 부모님을 살해한 걸 알고도 목걸이를 풀려고 하지 않아요. 당신은 믿고 있어요. 함께한 14년간의 세월에 거짓은 없었다고요. 저도 그렇게 생각해요. 박은하 씨 말이다. 아노 넷플릭스와 お前たちを縛る首輪だ。 愛の証しなどではない。 思い上がるな。 思い上がるな。 유나야. 과거를 바꿀 순 없어요. 하지만 미래는 만들어갈 수 있잖아요. 그렇죠? 아버지. 너희들은 정말 바보 같은 자매야. 이런 날 아직도 아버지라고 부른다니. 全て終わった。 정말이에요, 다쿠미? 아.
시간이 됐습니다.